1999年シーズンから阪神監督に野村克也氏が就任した。ヤクルトをリーグ優勝日本一に導いた ID 野球を虎にも浸透させるべく動いたが、結果は3年連続再開に終わった。しかしながら、この間に叩き込まれた配球面などの野村の考えが後に役に立ったという声は数多い。元阪神4番の浜中春氏、野球評論家。 関西独立リーグ和歌山ウェーブス GM もその一人だ。お前はなんで馬鹿なのって、よく言われましたけどねと野村氏の劇を思い出しながら感謝した。画像、直視できない魅惑ボディが際立つチアの大胆ゆるタンクトップ姿。浜中氏は高卒プロ一年目の1997年に一軍で6試合に出場した。吉田、吉尾、監督が経験を積ませてくれたと思います。 それを生かそうと望んだ2年目、1998年、9月に1軍昇格して11試合、22打数9安打の打率、409の成績を残した。10月1日のヤクルト戦、甲子園、では初のクリーンアップ。5番、左翼で起用されて4打数2安打、プロ初打点もマークするなど、着実に力をつけていった。そして3年目、1999年、 に野村監督体制になった。背番号は66から25に変わった。野村さんに66番は重たいだろうから25番に変えたらどうだって言われた。嬉しかったですね。若い番号というのには憧れていたのでね。若手の成長株として期待されてのことだったのは言うまでもない。浜中市は意気に感じて3年目の飛躍を目指した。だが、 35試合、70打数14安打の打率点200、0本塁打、4打点。思うような成績は残せなかった。2年目もそんなに打席数があったわけではないですけど、プロではすぐ研究されますからね。攻め方とかね、3年目はそれに戸惑いというのはありましたね。2軍では活躍したが、1軍の壁は分厚かった。 阪神2軍が7対3で勝利した1999年10月9日の日本ハムとのファーム選手権、裏添え、では、4番、左翼で5打数3安打6打点。2回に先制アーチ、6回には満塁弾を放ち、MVP も受賞した。しかし、4年目、2000年、模擬試合、15打数4安打、0本塁打、0打点に終わった。3年目同様、 一軍ではチャンスをつかみきれなかった。この三年目、四年目の二年間はほんと苦しみましたね。一軍に呼んでもらっても、打てなくてまた落とされるというのが結構ありましたし、もどかしさがすごくありました。一軍にいる期間は長くなかったが、そんな中で野村監督の指導をよく受けたという。特に四年目ですね。打てなかった時とか、二軍に。 落とされるときとか、監督室に呼ばれたりとかして。